プロの方と卓球やるのも初めてで、僕ラウンドワンとかで友達とやるときはもう全然下手くそでできないんですけど、やっぱ相手が上手いとすごい僕も返しやすくて、ボールが片足が義足の選手と車椅子の選手の方が一挙いたんですけど、なんか思ったよりその僕らと変わらないというかプロフェッショナルを感じたし、境目とかがやっぱどうでもいいなと思いました。やっぱ卓球といえばなんかこうカコンカコンカコンってこうラリーのイメージがあったんで、とりあえずそれをちゃんとしたやつ取りたいなと思って、遅めでお願いしますとか早めにお願いしますとか、あと多分これちょっと難しかったと思うんですけど、車椅子のキュッキュッって音を近くで撮るときにその音を強調させたいんで、なるべく車椅子を動かしてくださいとか絶対練習ではそんなやらないと思うんですけど、でも普通に応じてくれてとても助かりました。卓球って今日気づいたんですけど、そのリズムがやっぱ大事で、これ僕のやってるビートボックスとやっぱ共通点があるなって感じて、リズム感とかがやっぱりプロの選手の方はいいなと思って、そういうところでやっぱ僕のその音楽に対するインスピレーションもすごい湧いてきたというか。自分の音楽を作るときに意識してることが意外性というか、裏切る、思い通りになるべくいかないように、びっくり箱みたいな作品ができたかなと思います。